ビクター・テオドロ・アラノ・アーマスは、メキシコのベラクルス州、コサマロ・アパン出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のアトランタ・ブレーブス参加所属。2013年4月にアマチュアフリーエージェントで、ロサンゼルス・ドジャースと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ドジャースで、プロデビュー。13試合に登板して3勝2敗、防御率4.20。 49奪三振を記録した。2014年は A 久グレートレイクスルーンズでプレーし22試合に登板して4勝7敗3セーブへ防御率4.0883奪三振を記録した。2014年8月28日8月6日に行われたロベルトヘルナンデスとのトレードの後日発表選手の一人としてフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。 なお、この年の移籍後は、登板機会がなかった。2015年は、参加の A 級クリアウォータースレッシャーズでプレイし、24試合に登板して4勝12敗、防御率4.72位、69奪三振を記録した。2016年は、A 級クリアウォーターと AA 級レディングファイティンフィールズでプレイし、2球団合計で46試合に登板して5勝2敗、5セーブ。 防御率2.26、95奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2017年は開幕から AA 級レディングでプレーし、32試合に登板して1勝2敗、急セーブ、防御率4.19、38奪三振を記録した。9月12日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。同日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは10試合に登板して1勝0敗、防御率1.69、13奪三振を記録した。2018年は60試合に登板して1勝2敗、3セーブ、防御率2.73、60奪三振を記録した。2019年は右肘を痛めたため、3試合の登板にとどまった。 2021年1月18日に CJ チャタムの加入により DF となった。2021年1月22日にウェーバー工事を経てアトランタブレーブスへ移籍した。6月4日にタイタイスの加入により DF となり、6日にマイナー契約となった。ありがとうございます。